だって私が死ねば少しは気が楽になるわよ。もう私が死ぬしか方法がないんだから。一人の命で一万人が助かるなら素晴らしいことでしょ。もしもこの力で時期を止めて、もしも死の道へ突き進むあいつらを抑えつけることができて、もしも今からでも遅くないのかな。もしもあなたの行動は理解しかねます。まさか必要な機材と薬品があれば部分一つで自動生産できるんです。なかなか見つかなくてね。今は忘れ物を取りに来た。これからまたちょっと出かけてくるわね。お姉様、その辺りにガキのシャツの切れ足とか落ちてね。まだだったら探してみろってわざわざ残してやったんだからよ。それにしてもテスタメントってのはすげえよな。人間の頭にウイルスぶち込めるなんて普通じゃねえよ。ふざけんじゃねえぞ。やがってよ。